回は資本金って何なのか、こういった質問にお答えしていきたいと思います。パカパカ、皆さんこんにちは。うまちゃんこと経済アナリスト馬渕真理子です。今日は株式投資をする際に会社の情報収集をしていると資本金というワードを目にすることがあるかと思います。資本金と言いますと会社を設立するにあたって必要なものくらいのイメージで、その意味であるとか役割はよくわからないという方も多いのではないでしょうか。実は資本金を見れば会社の規模だけでなく資金調達やあるいは株主との関係も理解できるようになります。今回は株式投資をする上で資本金ってそもそも何なのか、そして会社概要に書かれているけれどもそれはなぜ、そして資本金の情報から見えてくることは何なのか、さらには資本金が多いと何がいいのか、こういった疑問にお答えしていきたいと思います。まずはじめに資本金ってそもそも何なのかというところですけれども、ポイント2つお伝えいたします。資本金とは、ビジネスを運営する上での手元資金です。そして資本金は2つに分けることができます。まずは経営者の手元資金であるというものと、もう1つ投資家からのお金、このように2種類に分けられることができます。企業が事業を進めていくためには当然お金が必要です。そこで、会社を設立するにあたって経営者が自分で持っている手元資金だけでなく、事業を立ち上げるために株主であるとか投資家から資金調達したお金、これも資本金になるんですね。そう考えますと、実は売上高とか業績、こういうふうな PL とは全く別の軸で資本金があるということが分かりますよね。ですので資本金とは過去に出資を受けた額の合計金額になってきます。つまり資本金の額は会社の業績とは切り離されて固定されているようなものです。なのでその会社がどれぐらい利益を上げているかとかいうものは資本金とは関係ない軸になっています。そのため資本金が小さくてもですね、大きな売上高を計上しているような会社もありますよね。そしてポイントは、資本金は貸借対照表の純資産、こちらの図にありますように赤いところですね、純資産に記載されていきます。まず皆さんも気になった、投資してみたいなという会社を見つけた場合、ホームページをご覧になることが多いかと思います。その中で会社概要をまずチェックしてみてください。会社概要はその会社の全体像を把握するために非常に便利なものなんですね。そこに必ず資本金が掲載されています。で、資本金とは企業の手元資金ですので、その大きさは企業の規模や体力の目安になってきます。で、会社というものは資本金、実は1円からでも設立することが可能なんですけれども、資本金が多ければ事業の規模が大きく、そして安定した経営をしている会社、さらには安心して取引できるんだな、こういうふうな印象を与えることができるので、会社のホームページの企業概要、会社概要に書かれていることが多いんです。そして資本金は返済の必要ないお金なんですね。上場企業だけでなく、非上場、未上場と言われている会社でも公開されているようなことが多いです。ここで企業の資金調達の方法についても少し言及しておきましょう。資金調達の方法には、今お話ししてきたように資本金でお金を分厚くしていく方法と、あとは借金ですね、借り入れによって資金調達をする、この2種類の軸があります。で、ここまでお話ししてきたようにですね、資本金はこちらの図の純資産のところに入りますので、返済しなくていいお金になります。一方借金はですね、こちらの水色のところに当てはまります。主に金融機関からの借り入れをしていく中で、この貸借対照表の負債に記載されますので、返済義務があるお金というふうになってきます。資本金が多いとなぜ良いかと言いますと、企業の運転資金であるこの赤い部分、純資産が多ければ多いほど会社の資金切れというものは楽になりますし、金融機関からこうお金を借りずに経営をできるというところでメリットがあるというふうに言われています。ここまでのポイントを少しまとめます。企業のお金の集め方、資金調達には2種類あります。資本金あるいは借金、この2種類ですね。
さあ、そして資本金の情報から見えてくることは何なのか、こちらについてお話ししていきたいと思います。例えば上場企業なんですけれども、資本金として資金調達した先の株主名であるとか企業とかを公開しているケースがあります。そこからどこからお金をこう調達しているかというふうに見ることで、その会社と関係の深い企業を知ることができるんですね。なので実は資本金の中まで見ていくと、その企業と仲のいいところ、それによってこの会社がどういった方向性に向かっているのかという方向性を垣間見えることもできるかもしれません。資本金一つを取ってもですね、企業がどんな株主から資金調達をしているのか、そしてどこの銀行から融資を受けているのか、こういった観点から企業を見てみると、実は今まで見えてこなかった企業の姿を知ることができるんですね。さあ、そして資本金が多いとなんでいいのかというお話に移りたいと思いますけれども、ここまでお話ししてきたように、資本金とは株主から受ける出資であるため、資本金が多ければ企業としての信頼度が高く、それなりに経営体力があるというふうに認識できますよね。またこの資本金って私なりに考えますと、ある意味その企業の株主の応援の気持ちとか成長への期待が込められているものなんじゃないかなというふうに思います。ただ、業界であるとか事業内容によって、必要な資金の大きさというものは異なってきますよね。例えば工場であるとか設備投資が必要なメーカー、電力、通信というものは一般的に資本金が大きくなりやすいです。で、また金融業界というものは過去の金融危機の経験がありますので、この自己資本比率と言われているものを高めなければならないというふうな決まりがありますので、資本金が大きくなりやすいです。一方ですね、 IT 業界とかそういったものは製造業に比べて設備投資が少なく済みますので、資本金が少なく済む、そういうふうな業界ごとの違いもあります。ではまとめていきたいと思います。資本金を理解することで、その企業がどれだけの投資家から応援されてきた、または応援されているのかを知ることができます。企業経営者の信頼の積み重ねの結果が資本金に現れているんじゃないかなというふうに私は思っています。また資本金は過去に出資を受けた額の合計ですので、現在の業績と直結しているわけではないですので、企業の売上であるとか利益も必ず確認いたしましょう。前回の動画でチャンネル登録していただきました皆様、ありがとうございます。チャンネル登録がまだの方はぜひいいねボタンと登録よろしくお願いいたします。これからも金融市場、株式市場の情報を発信していきます。コメントやご意見ご感想もお待ちしております。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。